宇宙空間での安全保障政策をめぐり、政府は今後10年の取り組みを盛り込んだ宇宙安全保障構想を初めて決定しました。宇宙安全保障構想では、安全保障のために宇宙システムの利用を抜本的に拡大するとともに、宇宙空間の安全かつ安定的な利用を確保していくこととしています。宇宙安保構想は、去年12月に策定した国家安全保障戦略に基づくもので、民間技術も活用し、宇宙空間での安全保障分野の対応能力を強化することが狙いです。構想には、他国のミサイル発射拠点を破壊する反撃能力に実効性を持たせるため、AI、人工知能を使った画像分析能力の向上が盛り込まれています。また、中国を念頭に衛星攻撃能力の開発を進めている国もあるとして、アメリカなどと衛星を防衛するための取り組みを強化するとしています。